ジ大会だぜ。うわー、パパ今日ね、今日ね、はいはいはい、ここどこにいるかっていうと、見てください、熱海にいるんですよ。あら、なんで僕ら来たかっていうと、花火大会があると。なるほど。で、ぜひ阿波踊り踊ってくださいということでやってきました。やったー、嬉しい。これからすぐ出るんで、最後までごゆっくりお楽しみください。お願いします。あやさん、あやとやと。さあ、それでは続いてのパフォーマンスは宝船湘南渚連静岡花火フェススペシャルコラボ阿波踊りです。どうぞ。新鮮ですよ。でも初の試み、ムーンテラスっていう恋人の聖地のところで花火の前に僕らが盛り上げるって時間なの。まず一つ言っていい？はい。わたるくんの息子であるいおりくんのね、踊りがね、めちゃくちゃ上手くなってる。どんな上手くなってる？確かにね。5歳とかなんですよ、うん、この2年間の成長率が一番高いのおそらくいおりくんだと思う、はい、かつての自分を見てるような気もした。で、何がすごいかってコロナ禍で一回踊りほぼ忘れちゃったんです。だって3歳から5歳になる間の2年間の記憶って本当にすぐなくなっちゃう。大人の10年くらいあるよ。一回踊れなくなって、で今ようやくまた戻ったっていうので、で戻ったところかさらにレベルアップ。そう、しかもさ、アーティストとしてのこの内面の成長もすげえ僕見受けられててさ、当日リハーサルがあってからお昼ご飯があって本番という形だったんです。5歳だったらお腹空いてたらママご飯とか言うじゃん。ご飯食べたい。今なら泣くよ。腹減ってる。お母さんに向かってね、リハーサルの直前に、え、何？リハ終わりで昼食？
オッケー中身28歳すごいね5歳の子供がリハっていう概念があるかもしれないでさ、マウスガードを踊り中に落としたのそうアクシデント何がすごいかってまず落ちたんだけど拾わずに踊り続けたそこら辺で偉いこれは偉いまずそれすごいと思うじゃん俺が金でバーって出てきた時に手でねポンって後ろポンってやったので終わった後は俺後ろ振り返ってたからあのマウスガードどうだったんだろうって気になったの普通は踊りの時取らないでねって言って最後まで踊り切るそれもプロじゃんプロでよりくんはすごいなと思ったのが後ろ振り返って自分の帰る時にはちゃんと持って帰ってるすごいそれがすごいダンダンサーってポーズがあってから帰りがけにちゃんとちゃんとすごい自分で自分でちゃんと処理もしてるどこで拾っちゃダメだけどどこは拾って持って帰らなきゃいけないかは自分で考えてるやっぱ正直ね多分小学校の時できなかったいや絶対できないよめちゃくちゃ難しいことだ想定してないアクシデントの対応って稽古だとしないじゃんマウスガード落ちたらどうするか想定なんてもともと教えないじゃんでもその時にパッと状況判断見て踊りをおろそかにすることが一番良くないってことが分かってるのがすごいはいはい大人になってもその状況判断って迷う時あるから確かにまあ今回はいおりくんの回じゃなくて熱海の回やあんまりやりすぎたら親バカチャンネルですよ。もうなってますよ。で、宝船が終わりましたって言って DJ の人が回していって、それで8時ちょうどから花火が始まるんですよ。実際花火が始まって、次、全然違うことやったの。全然違うことやって、難易度がマックス。マックス難易度マックス振り付けがむずいとか、そういうんじゃないの。ある理由で過去一むずい。難しい。過去一って何百ステージやってますよ。難しかったか次回の動画で次回の動画で映像を見てもらった上で解説するいやーこれは目が離せない花火との阿波踊りものすごく美しいなんだけどとある一個の理由で難易度がマックスいよいよ熱海の花火出てきますお待たせしましたよお待たせしましたあやつさんありがとう